生のスペシャリスト、今こそ佐賀に必要な候補です。佐賀県知事候補、山口義典より皆様へお訴えをさせていただきます。どうぞ大きな拍手をお願いします。皆さんこんばんは。今日も各大勢の皆さん方に、しかも後ろの方は立っていただいて、感激、感謝、感謝でございます。本日はありがとうございます。私は鳥栖の町を遊説させていただいて、一番に気づくことは、子供とよく会う、明るい子供と笑顔の子供とよく会う機会が多いです。私の公約の県政のすべての基本は人です。人、すべての基本は人です。鳥栖の子供たち、この少子化の時代であれだけ多くの笑顔が鳥栖にはあります。教育子育てがとても大切な大きな課題だと思います。教育は現場が大切です。上から押し付けるような、東京から、知事から、県庁から、そうした教育は私は誤っていると思っています。今学校現場でも先生方は大変です。子供も大変です。そうした現場に寄り添い、現場から変えていく。例えば佐賀県で ICT 教育というのは非常に大きなテーマになっておりますけれど、私でありましたら全てを上から押し付けるのではなくて、現場でどう活用するのかといったところをしっかりとよう検討してから、先生方の理解のもとでやっていく、そうしたプロセスが大切です。子育てや教育に、子どもにとってやり直しは期間とです。ここはとても大切なことです。皆さん、そう思いませんか？この話はあまり今まで他の会場でしてまいりませんでしたけれども、鳥栖はあれだけの明るい笑顔があります。子育て、教育、とても大切。私は鳥栖の子供たち、ずっと鳥栖にいる子供たちばかりではありません。鳥栖は交流の町、交通の要所です。私は鳥栖の子供たちが鳥栖を離れてもいいと思っています。もちろん残っていただいても、世界中に羽ばたいていただいても、ただ鳥栖を愛してほしい、世界のことを考えながら、鳥栖の子供でよかった、佐賀県の子供でよかった、そう感じていただけるような、とても大きなことを考える教育と、地域を大切にして、佐賀県には素晴らしい先祖代々ルールにつながってきた佐賀県の教えがあります。家庭を大切にする、親を大切にする、地域を大切にする、支え、絆、そうしたこれからもっともっと大切になる、そうしたものを培っていただいて、どこへ飛び出してもいい、やがては佐賀県に戻ってこよう、そういう子供たちになってほしいなということを思いながら、私はこの選挙戦で一つ誓っていたことがあります。すべての子供たちに手を振りました。中学生も高校生も子供も、それは佐賀県の将来をこの子供たちが担っているからと思うと同時に、この子供たちにとって誇れる佐賀県をしっかり残してあげたいという一念です。最初の頃は私も挙げられていた候補を見て、
佐賀県がまずい、佐賀県が危ない、この声は佐賀県くまなく回った回りましたが、多くの方から訴えていただきました。その他にも私たちの事業を忘れないでとか、いろんな切実なる思いが寄せられました。私はだんだんとこの皆さんと寄り添いながら、県民の声をしっかりと背負いながら、佐賀県をもっともっと良くしていたい、自分の手で皆さんと共に、しかも私は全国をくまなく歩いて多くの現場に接してきました。過疎対策、地域振興、商店街、都市対策、環境対策、今こそ佐賀県のために身を粉にして働くべき時、佐賀へ帰ろう。大量だった厳しい決断、選挙戦も短いございました。都市にも何回かしか入れませんでした。これが残念ではなりませんが、少しずつ輪が広がって、この勢いで県民の声がこれだけお伺いできた私であれば、この選挙戦に勝つことができるのであれば、佐賀県民の結集、県民力の結集、お一人お一人の声を聞いたり、県政が素晴らしい形でスタートできるんじゃないかという自信が日に日に深まってまいります。しかし先ほど秀島市長がおっしゃったように、まだまだ状況は厳しいございます。今日も今井とカラスと回ってまいりました。声をかけていただく方は増えてはいますけれども、相手さんも逃げるわけでなかなか追いつきません。最後の最後のところでまだまだ負けています。この明日一日で、最後の一日で追い抜ける距離ではありますが、私一人の力では到底追いつけません。私も精一杯最後の一日を頑張ってまいりますけれども、この都市と宮城の皆さん方にぜひ私の思いをご理解いただきまして、山口全身全霊でこれから皆さんのお役に立つことをお誓い申し上げますので、もう一日もう一日私をお支えいただいて、あさっての良き日を迎えたいと思っております。